皆様こんにちは、キスジャガーです。2020年令和2年の3月30日月曜日です。10時48分、おはようございます。こんにちは。現在阪神高速4号湾岸線北行き大阪方面行き堺のあたり走ってます。新しいルートでご案内します。このまま進みますと、今大浜というあたりなんですが、このまま進みますと間もなく三宝ジャンクションがございます。三宝ジャンクション、4号湾岸線から三宝ジャンクションを通って6号の、大和川線、今まで三宝から鉄砲まで一区間だけあったんですけれども、3月29日の16時をもって、新しく開通いたしました。はい、開通したということで、まだ、通ったことないんですよ、私初見です。今回あいにくのお天気ですけれども行ってみたいと思います。よろしくお願いします。お、看板が変わってますね。もう松原と書いてますね。今まで鉄砲と書いとったかと思うんですけれども、楽しみであります。電光掲示板見えますか。3月29日16時6号大和川線開通と書いてございます。今から行く配達先にはちょっと関係ないんでね、どこ通ってんねんっていうことになるんですが、まあ通りたいなと思って通ります。はい、4号湾岸線北行き大阪方面行き、三宝ジャンクションです。お天気があいにくで申し訳ないですね。はい、6号大和川線、阪神高速6号大和川線、このジャンクションは左手が三宝出口となっております。この右手本線と書いてるこちらです。阪神高速6号大和川線松原線につながったということで聞いておりますが、私は別に松原線に行きたいわけでもないんですけれども、今からね、ちょっと京都の山奥に行くので、はい、あまり関係ございませんが通ります。三宝の入り口からの合流でしょうかね、これ左の合流がございます。制限速度はここから60キロ、トンネルに入るまでしばらく 5% のきつい下り坂です。大和川第一トンネル長さ1164メーター、天井が高くて明るくて、綺麗なトンネルですね。これは前から通れたんですが、鉄砲出口までは前からあったんですが、松原までは繋がってなかったんですよ。本日が2020年3月30日なんですけれども、29日、昨日ね、ちょっと私お休みいただいてたんで昨日通ることはできませんでした。昨日の16時に開通となってましたね。松原ジャンクションまで11キロと看板出ておりました。ここから11キロで行けるんですね。案外近いですね。60キロでこれで行って11キロだったら10分15分で行ってしまうの、松原まで。早いね。今まで阪和道を通ったり阪神高速通ったりなんやかんやして松原2、30分コースやったのに10分15分か。早っ。はい、左に上がっていくと鉄砲出口でした。鉄砲出口出られますと、出たところの信号が国道26号線、右が、和歌山方面、まあ、堺の方に行くんですけど、左が、住之江とかあっちの方ですね。鉄砲出口出られて左に曲がって国道26号線を、信号を3つか4つ行きますと、住之江入り口、15号堺線の住之江入り口がございます。
まあ、今まで何回かそのパターンでお伝えしたことがあるかと思います。はい、大和川第二トンネル 680m 左からこれ降りてくるのが、これ鉄砲入り口でしょうね。鉄砲入り口両方向向きにありますね。今までは三宝の方に向かって入り口ございました。 鉄砲の出入り口はちょうどあのイオンかな、あれショッピングモールみたいなのが目の前で大きいのがあるんですけれども、でこれずっとトンネルなんですけども、左側はもうおそらく大和川やと思います。左手はね、はい、松原まで、あと松原ジャンクションまで9キロと出ておりました。まあ、トンネル、全線トンネルと聞いておりましたが、こうやって空が見えてる部分もあって、ちょっと明るいのかなと。第3トンネルが4922、大和川第3トンネル4922m とございました。まだほとんど車通ってないですね。後ろにミラーに1台映ってるぐらいのもんで、前はもう遥か彼方消えていきましたね。阪神高速6号大和川線走行中です。初見で通っております。本当はね、帰り道もお伝えしたいんですけれども、京都からね、こっちの会社帰るのに、ちょっとこっちはあまりにも遠回りすぎるんで、80キロか、制限速度ここ80キロですね。喋ってる間にどっから80キロやろ、トンネル入ってから80キロかな。上り坂あり、速度低下注意という看板がありました。結構カーブしてて、まあ、見るからに上り坂ですね。これ制限速度80キロ、時は出口 800m、 時は出口、カーナビにも映ってないし、トンネルの中なんで GPS も反応しないし、今どの辺りなんか全く分かりませんが、時は出口というのがあと 400m。 阪神高速6号大和川線は制限速度80キロのようです。はい、制限速度80キロですね。はい、左手時は出口です。時は出口10時55分、次は奄美出口ですね。はい、さっきまで上りでしたが、ちょっと下りになってますね今。時和は入り口なかったんかな、これ左から合流がありませんね。このピーピー言うてるところは大概下り坂でちょっとスピード乗りすぎっていうことなんですけれども、はい、このピーピー言わなくなって、ここはもう明らか上りです。上り下りが結構頻繁に連続するようですね。阪神高速6号、大和川線時和出口を越えて、この入り口は何だろうな、左からの合流、これ時和入り口なのか奄美入り口なのか、ちょっと名前は分かりません。左から入り口合流がございます。制限速度80キロです。上り坂下り坂頻繁に繰り返しておって、カーブもそこそこのカーブがございます。まもなく奄美出口、 800m で奄美出口、松原市街地に御用の方は奄美出口で出られる感じでしょうか。奄美ってどの辺やったかな、大泉緑地とかあの辺りやったかな、まだもうちょっと先かな。大泉緑地自体は堺市なんですけど、多分ね。あれ県道何番やったかな、30番くらい、そんなことないか。はい、とりあえず、奄美出口です。奄美出口、はい、次が大森、
ようやく、近畿道とかあの辺りの方に近づいてまいりました。中央環状線の近くまで、東の方まで来ております。奄美出口を越えて次が大堀です。10時58分、制限速度80キロ。大堀で接続するのかな。これ阪神高速6号大和川線、制限速度80キロ、東向き松原方面に向かって走っております。近畿道の情報が出てきたということは近畿道にもつながっておるんでしょうね。新しい前看板見えてまいりました。左車線なくなるようです。高速道路入り口です。はい、この入り口は、大森入り口、何入り口やろ、三宅西ですね。三宅西入り口です。およそ2キロ先、分岐を左方向。これジャンクション名前なんやろ、見逃したな。三宅ジャンクションになるのかな、これ松原ジャンクション。はい、三宅西のところで、14号の松原線と合流しました。ここで本線合流しました。大和川線は80キロでしたが、松原線は制限速度60キロでございます。3車線ありますが、ここの区間は制限速度60キロ、阪神高速14号松原線に入りました。先ほど、三宅西を越えたあたり、この本線に合流して終点でございました。はい、短かったですね。動画、大浜のあたりから撮影始めたんですが、そこから12分ということでかなり早いですね。12分で松原まで来るか、早いな。いい道路です。ありがとうございました。この右側2車線、一番右と真ん中車線は西名阪で、奈良とか名古屋とかあっちの方に向かいます。はい、左側大堀出口、左方向です。阪神高速14号松原線大堀出口です。東の方に向かって奈良、名古屋、東京方面行かれる方はこの西名阪と書いてある方に行ってください。和歌山方面、あと大阪吹田方面はこの松原ジャンクション一番左車線、一番左車線で松原ジャンクション、ここも入ってすぐ分岐があります。右側が阪和道、和歌山方面は阪和道、東大阪吹田方面はこの左の分岐です。この松原ジャンクションは合流が結構連続してあるのでご注意ください。はい、近畿道のスタート地点27キロポスト、ここは、長吉長原の出口ですね。長原出口、制限速度近畿道は80キロになります。この先別料金、こっからですね、 26.6キロポスト、こっから近畿道です。もうね、一応阪神高速6号大和川線、三宝ジャンクションから松原ジャンクションまで全線、一応片道ですけど全線お伝えしたので動画をお切りしてもいいんですが、まあこの後はおまけというかね、動画長いんで、ご用のない方は切っていただいてもいいかと思います。もしよかったらチャンネル登録お願いします。西日本の高速道路とか一般道とか、こうやってごちゃごちゃ言いながらご紹介していきますんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、今現在2020年3月30日月曜日の11時02分、こんにちは。はい、引き続きお伝えします。近畿道です。あいにくのお天気ですね。
阪神高速6号大和川線、昨日の夕方4時に16時に開通したんですけれども、 ほぼ全区間にわたってトンネルのような作りでしたから、雨降っててもあんまり関係ないですね。制限速度も80キロで結構飛ばせる感じですね。あれだいぶ速いと思いますよ、まあ、大阪市内から堺市内からにしても、あの環状線回って松原線行ってっていうことすること思ったら、一旦ちょっと堺の方に下ってきてね、あの三宝ジャンクションまでちょっと降りてくるような形になるけれども、三宝に来てから松原に着くまでがむちゃくちゃ早いですよね。大阪市内からあの16号大阪高線とか使って1号の環状線に入ってとかで、14号松原線とか、まあその辺全部制限速度60キロなんですけれども、制限速度60キロっていう以前にあの結構渋滞もするし、であの分岐があったり合流がしょっちゅうあったり結構ややこしいので、まあちょっとあの遠回りになるかもしれないけれども、大阪市内であるとか神戸方面から来られて、あの松原や奈良方面行かれる場合、三宝ジャンクションまで一度南高を通り過ぎたら次三宝ジャンクションなんで、あそこまで来られて6号大和川線スタート地点から行かれてもだいぶ早いのかなっていう感じがしました。今はい、八尾のパーキングエリア、これはトレーラーは使えないってわざわざ書いとるんですよね。八尾出口、あの結構渋滞のメッカになってますが、出口ありますが、こちら方面、吹田方面行きは八尾に出口ございませんのでご注意ください。東大阪を南まで行かないといけないですよね。東大阪南も降りたら降りたで、あの中央環状線 の本線に出るんじゃなくて側道に一旦降りるんですよね。あそこがまた混むんだ。本線に出て、あのなんか東大阪の方行きたいよという方も、まあまあその速度の渋滞に1回はまってから本線に戻るような感じじゃなかったかなと。21キロポスト、東大阪南、東大阪の本線料金所ですね。目の前にいてるのが八尾か、東大阪やけども、東大阪市じゃないんかこれ。八尾本線料金所となってますね、名前は。東大阪やと思ってたんですが、八尾本線料金所です。本線料金所を越えて左手が、東大阪南出口です。東大阪南は入り口はございません。東大阪北に入り口がありますね。北に行くまでに東大阪ジャンクションがあります。東大阪ジャンクションから、阪神高速13号東大阪線、合流します。看板が見えてまいりました。2キロ先、東大阪ジャンクションです。阪神高速13号東大阪線、左に曲がると、左というか、西に行く
と環状線の方行きますね。東の方に行くと、奈良方面終点水灰越えますと、第2半田道路やったかな、半田道路やったか、ちょっと第2やったかどっちやったか忘れましたが、半田道路というかなり長い10キロ近く通ってるじゃないかな、あっちも。で多分奈良の方に向かってはきつい登りになるかと思います。およそ1キロ先、分岐を右方向です。まもなく18キロポスト、18キロポストからまだ500メーターくらいやから 17. 点何キロポストかになりますね。まもなく東大阪ジャンクション右方向です。着いたジャンクションまであと17キロぐらいじゃないでしょうか。着いたか0キロかと思われます。ね、しょっちゅう通ってる割に0キロとかそんな意識して走ってるわけじゃないんで、うろ覚えでちゃんとしたことをお伝えできませんが、まあ私のこのドライブの予習シリーズ、下調べしてからね、本当はおしゃべりというかお伝えした方がいいんですが、ご案内ね、下調べなしで今日通った阪神高速6号大和川線もあれも初見ですし、下調べはね、まあ一応下といえば下し、ただ出口がどうやとかじゃなくて、ちゃんと通れるんかどうかっていうか、まあ三宅西まで開通してるのは知ってたけれども、三宅西でちゃんとつながってこの近畿道に直接来れるんかどうかっていうのを、まあそれは確認しないと、一旦降りないといけないとかだったらまたね、大型トレーラーなのでちょっと降りた時に下道で大型通行禁止とかやったら困るんで一応調べましたけど、あるんですよ。阪神高速15号堺線でも一つだけ芦原橋やったかな、あそこの出口は大型車出たらダメなんですよ。大型車というか4トン車もダメです。高さがね 2.5 メーターしかないんですよね。4トン車もおそらく引っかかりますよ、 2.5 メーターでは。まあ、ご注意くださいというか、大型車とか出たらダメって言って黄色い看板が何回も出てきて注意を促すんですけれども、遠方から来た長距離運転して来られた方とかも居眠り運転みたいな形でそんなところ出口やと思って降りてしまうと大変です。もう 2.5 メーターくぐられへんし、バックして戻ってくるわけにもいかんし、もうそんなことになったらもう警察呼んで何とかしてもらわないかんようになると思うんで、何を間違ってもあそこで降りたらいかんみたいなね。まあそういうところもあるもんですから、ちょっと本当に通れるかどうかはそれくらいのことはチェックしましたけれども、逆に言うとそれくらいのことしかチェックしてないんです。だから、まあ、間違ってたらごめんなさい、もうごめんなさいでしかないです。一応ね、個人的にやってる活動というか、別に YouTube からも皆様からもお金いただいてるわけじゃないので、プロではなくアマチュアなんですよね、この YouTube で喋ってお伝えしてるのに関して。まあ、ドライバーとしてはプロドライバーではありますけれども、 YouTube チャンネルとしてはアマチュアでやっておりますもんですから、間違いがないように下調べをしたりとかそういったことは一切しておりません。まあ、言い間違いも多いやろうし、間違えてお伝えしていることもあるかと思います。まあ、そういったことがあったら、まあ、コメント欄でご指摘いただいたら、今後気をつけますということで教えていただいてありがとうみたいなことになるかと思います。はい、そうしている間に大東鶴見の出口越えました。
大東鶴見の出口を越えますと門間ジャンクション、門間ジャンクションからこちら第二京阪、京都方面ですね、第二京阪という方に入ります。右側、一番右側と真ん中車線は近畿道、茨城水田方面でした。一番左車線のみ、大東鶴見インターを越えてすぐです。門間ジャンクションで、京都方面行き第二京阪という道路に入ります。料金は1490円です。新しいルートでご案内します。私はこの後第二京阪走って刑事バイパスに入って、京都縦貫道を走ります。この先合流があります。注意してください。第二京阪の、第二京阪と京都の縦貫道じゃないわ、刑事バイパスの、交わる地点、あれが、久美山ジャンクションですね。久美山ジャンクションで、刑事バイパスに入ります。刑事バイパスは、東向きが、滋賀方面、滋賀名古屋方面ですね。名神高速とか新名神につながったかと思います。ちょっと最近通ってないんで、あとね、最近って言ってもね、関東に向けて長距離してたとかでも10年以上前なんで、ちょっとちゃんと覚えてないですけど、名神と刑事バイパスしかない時にしか通ってないんでね、私。新名神はね、個人的に東京に行った時に一回乗った時にです。それは乗用車で通ったんですけどね。はい、今ね、これ第二京阪に入りました。27キロポストかな、今。第二京阪の終点はどこやったかな、小倉池になるのかな、このまま京都方面向かって走ります。京都方面向かって27キロで第二京阪は終点となります。今回は終点まで行きません。あと何キロかかるのかわからないけれども、久美山ジャンクションが終点よりちょっと手前にあるのかな、5キロ手前なのか10キロ手前なのか、ちょっと10キロっていうことはないと思うんですけどね、5キロぐらい手前なんでしょうか。27キロっていうことは5キロ手前だと、あと22キロぐらいで久美山ジャンクションかなみたいな。久美山ジャンクションまで25分と出てございます。なので久美山ジャンクションまで25キロぐらいかな、26キロポストになりました。久美山ジャンクションを越えて1キロぐらいで小倉池になるので、小倉池が第二京阪終点かな。そしたら小倉池の先は阪神高速8号京都線というのがあるんですよね。あれに接続いたします。阪神高速って言ってるのに阪でも新でもなく京都、阪神高速京都線っていうのがね、第二京阪の終点から先はあるんですよ。そちらの方はたびたび動画でご紹介したかと思います。今日は そこまで行きません。久美山ジャンクションで、東の方に取ったら、刑事バイパス、滋賀名古屋方面で、西の方に取ると名神高速の方に向かって走ります。名神高速の方に向かって走って大山崎ジャンクションから、名神高速にも行けるんですが、大山崎ジャンクションから、刑事バイパス、そこで終点となりまして、今度京都縦貫道の出発地点になります。京都縦貫道で、ね、多分全線で93キロぐらいやったかな、京丹後大宮が0キロ地点やったかと思います。京丹後大宮って言ってね、天の橋立てって分かりますかね、観光地なんですけれども、その天の橋立ての隣町みたいな、あれ宮津市なんですけども、宮津の隣の京丹後市の京丹後大宮というところが終点0キロ、京丹後大宮じゃなくて与謝天の橋立てとかやったかな、宮津天の橋立てか与謝天の橋立てか、あの辺が0キロポイントで、京丹後大宮はそこから10キロぐらいさっきやったかな、ちょっと忘
忘れました。 それもね、あの京都縦貫道もあの全線お伝えする形で私の動画にはありますので、もしよかったらあの再生リストの中に、ドライブの予習の再生リストの中にあのかなり昔に遡って調べていただいたら、京都縦貫道と、あとあれなんて言ったかな、北近畿豊岡道じゃなかった、近畿え山陰近畿道か、山陰近畿道っていうのがあの天橋立の方に行くやつですね。それがまあ京都縦貫道の終点から先つながっておるんですけれども、まあ、その辺もあのちょっと画質がいまいちやったり、あの雨降ってたり天気が悪かったり、まあ、私の喋りが下手くそやったり、まあいろいろ問題はあるものの、一応動画撮影しておりますので、よかったら探してみてみてください。京都縦貫道ちゃんとお伝えしてないね。京都縦貫道じゃない第2京阪、まだ出口なかったっけ。寝屋川のトンネル、寝屋川を越えたら片野になって平方になるのかな。寝屋川第一トンネル330m、この 京都じゃないか、第二京阪というこの今走っておるこの道路はあの京都に向かって走るんですが、事故してたり工事してたりそういうことがなければ大体こんな感じですね。あんまり渋滞することないのかなと思います。まあ何時くらいに走って、混む時間帯に走ってもね、需要がないわけじゃないんですよ。 この道路ができたおかげで国道1号線が変な渋滞しなくなったというか、この道路できる前まではね、大阪の寝屋川市とかね、枚方市とかあの辺りからその京都に行くのにもう3時間とかかかってたんですよ、京都南まで行くのに。普段やったら 2,30 分で行くようなところが3時間とか本当にかかってたんですよね。天の川で渋滞7キロとか言って、7キロの渋滞でそんな3時間もかかるかみたいな、かかってたんですよ。全然動かんかったんだよね、昔国道1号線。あれが嫌やからといって、あの川沿い走って、県道13号、大阪府やから不動なんですけど、まあ、私の動画は、国道でない分に関して、都道府県が作ってるやつは、県道とね、お伝えしてますけれども。この先、合流が。県道13号といって、旧の国道1号って言われてる、まあ、それを走ってもね、結構、混むんですよ、やっぱりね、川沿い走ってもね。まあ、この道路できたおかげで国道1号線もその旧の1号と言われている県道13号も混まなくなりましたし、大阪から京都の移動が嫌じゃなくなりましたね。嫌で嫌で仕方なかったもんね。長距離しとって京都で荷下ろしして大阪帰ろう思ったら、もう京都から大阪までのその渋滞はまってたら、もう意識飛んでしまってね、もう自分で本当に運転してんのか寝てんのかわからんみたいな、そんなんでフラフラしながら走ってた記憶がありますけど、はい、片野南出口、片野南出口です。入り口はございません。片野北で出れないので、片野に来ようの方は南で降りてください。片野北は入り口はありますが出口ございません。第二京阪制限速度80キロです。現在18キロポストぐらいですね。27キロポストぐらいから進んだんで約9キロぐらい走ってきました。今あいにくの天気、雨降るって言ってたかな。はい、ここから片野市になります。寝屋川市から片野市に入ります。まあざっくりした言い方ですけれども、左側が寝屋川市、右側が片野市みたいな感じなんですけども、これ道がぐーっと右の方に行ってるんで、もうこれ右を見ても左を見ても片野市みたいな、住所的にはそんな感じです。
第二京阪、京都方面行き制限速度80キロです。左を走っておるこの防音壁の左側を走っておる1車線の道路、これがあの新しい国道1号線1号バイパス、国道1号線のこれのことを国道1号線と呼ばないように私はしてます。あの分けてます。一応これもね、あの道路の看板見ますと国道1号線あの逆三角形みたいなマークで国道1号と書いてあるんですけれども、これは新しくできたあのバイパス道路っていう国道1号です。もともとの国道1号なくなったわけじゃないんですよ。ちゃんとあるんですよ、片側2車線の昔からあるやつが。あれはねもうちょっとあの西側になりますね。入れ越して走っております。その大阪京都間を入れ越して走ってるんですよね。川沿いを走っておるのが県道13号かなんか、その旧の1号線と言われてるやつで、それよりも東側に走ってるのが国道1号線本線です。それよりもさらに東側走っておるのがこの第二京阪、第二京阪とあの並行してというか真下を走っておるのが国道1号バイパス、新しい道です。大阪京都間のこの東西の行き来が、だから この1本できたことによって高速道路も通ったし、この高速道路の真下を通っておるあの新しい国道1号バイパスっていうのもまたあの3本目の東西を行く道路として大変有意義ですよね。これのおかげで本当に混まなくなりました。はい、15キロポスト、残り15キロですが、そこから1キロ2キロ引いたところに組山ジャンクションがあるので、あと13キロくらいで組山ジャンクション刑事バイパスに入れるかと思います。はい、この左手からの合流は片野北入り口です。片野北入り口、現在11時25分、 14.5 キロポストですね。片野北入り口を越えますとすぐに1キロほどで平方学研出口、平方学研出口は国道307かな、307号線に出ます。並行して走っているのは国道1号、新しい国道1号線、そしてあのそれに十字に交わるというか降りた信号あの交差しておるのが国道307号線です。307号、どう言ったらいいかな、あの京田辺とかね、ちょっと山の中抜けていくね、山城とかね、もう京都の中でもちょっと山ですね、京都の南の端っこみたいな感じです。でまあ奈良と京都の県境みたいなの走ってるのが307ですね。信楽とかあっちの方も行ったかもしれないけどね。はい、枚方学研出口、枚方学研出口のキロポストわからんな、13キロポスト、11時26分枚方学研出口越えました。結構強い下り坂になってます。で下りが終わると当然のように上り坂がやってきます。この辺ボーッと走ってるとあの速度中あの低下してしまって、制限速度80キロの道路やけども、なんかボーッとした車が60キロぐらいで走ってるよっていうのがまた渋滞の原因になったりとか事故の原因になったりして結構迷惑なんで、あのこの上り下りあのご注意ください。オートクルーズかけてあの機械にあの速度調整任してる方は結構なんですが、そういう装置がついてない方、ついててもご利用されてない方、あの自分でアクセルコントロールで速度調整されてる方はあの上り下りが連続しますんで、あのご注意ください。長尾台トンネル 160m、 この先合流があります、注意してください。左手が、枚方市やと思いますね。これ長尾台、長尾とか角団地とかあったと思うんですけど、
枚方シートまで変えてなかったかな。はい、今日八幡京田辺ジャンクションまで 2.2 キロです。言いにくいな、八幡京田辺ジャンクション。はい、こっから、京都府京田辺市に入ります。この一番左車線は京田辺出口に出る車線でもありますが、その手前ですね、看板見えてまいりました、京田辺のパーキングエリアございます。はい、京田辺のパーキングエリア入り口ですね。で、トンネルの中で京田辺パーキングエリア出口が合流してくるんですけれども、この車線ではなくもう一つ左車線が京田辺パーキングエリアから合流してくる、この先合流があります形なんですが、その京田辺パーキングからの合流と同時に、この一番左車線は第二京阪の出口となっております、京田辺松井出口です。 9.4 キロポスト11時29分、京田辺松井出口左。はい、右側は2車線、一番右と真ん中車線が第二京阪、引き続き第二京阪京田辺本線料金所になります。はい、そしてこの一番左から2車線、ちょっと色変わってますよね、これが京田辺本線料金所。ここから、京縄道ですね、京縄道木津方面ですね、常陽であるとか木津であるとかあっち方面、京縄道八幡京田辺ジャンクション、この上に見えてる分がそうですね。これで木津方面、奈良の方に向かって走ります。はい、私は引き続き、第二京阪本線料金所越えて第二京阪入りました。これ左から合流してくるのは、八幡京田辺ジャンクションの合流になります。京都鍋ジャンクション、京縄道からこっちは京都方面行けたかな。いつもね、帰り道で枚方の方に南の方に下って門真方面向かって反対方向に行くんですよ、いつも私が通るときは。なんだかな、京縄道から両方向に行けたかどうかちょっと覚えがないですけれど、さっきのやつは京田辺入口とかではなくジャンクションの合流だと思うんで、京都方面にも行けるかと思います。はい、京田辺市やったんですけども、ここから八幡市です。まもなく7キロポスト11時31分、久美山南まで2キロ、久美山ジャンクションまで5キロ、小倉駅まで6キロやったかな、ちょっと小倉駅読み損ねましたけど、南と久美山ジャンクションの間も結構あるんですね、3キロほどあるんですね。まあ、土日祝日は久美山ジャンクション結構混むんですよね。あとゴールデンウィークであるとか年末年始お盆とか、大型連休、まあ、レジャー関係とか帰省ラッシュとかそういうことで結構京滋バイパスは混みますよ。この辺から渋滞始まってて繋がって動かへんわみたいな、あと5キロぐらいかな久美山ジャンクションまで、その5キロ行くのに1時間ぐらいかかるわとか、そんなことは普通にあるかと思います。はい、6キロポストです。残り 3.2 キロで、久美山ジャンクション左から合流してまいりますのが八幡東の入り口です。注意してください、八幡東入り口。八幡東入り口の合流を越えますと、もう間もなく 500m ほどで久美山南出口です。はい、久美
山町に入りました。八幡市から京都市の変わりました。はい、久美山南出口です。ここが 4.9 キロポスト、11時33分。久美山南を越えますと2キロの看板が出てきました。刑事バイパスですね。およそ2キロ先、分岐を左方向です。制限速度80キロです。全線80キロです。久美山ジャンクションまで 1.5 キロの看板が出てきました。はい、道路をご覧ください。文字が書いております。一番右車線と真ん中車線が第二京阪引き続き、もう間もなく終点ですけどね。あとね、3.6 キロポストなんで、あと 3.6 キロで第二京阪は終わります。はい、この一番左車線、刑事バイパスと書いてございます。こちらが久美山ジャンクション、あと 500m ほどで久美山ジャンクションです。久美山ジャンクション左側に登っていきますと、すぐに分岐します。右の方に取りますと、看板に書いてあります名古屋と書いてあります。滋賀県の方を抜けて名古屋方面、名神高速か新名神か行くんでしょう。名古屋方面、はい、久美山ジャンクション、久美山ジャンクションが 2.7 キロポスト、11時34分。 2.6 キロポスト、久美山ジャンクション、はい、ここの分岐です。名古屋行く方はこの宇治と書いてます。この右側行ってください。私は大山崎、方面、名神方面、こっち行きます。左に取りました。ここね、刑事バイパスのこの久美山ジャンクション、まあ大山崎ジャンクションも結構危ないジャンクションなんでご注意してほしいんですが、交流見てください。これ滑走路こんだけしかないんですよ。右側並ばれたら事故しますよ。気をつけてください。はい、ここでもう一回本線に、ここで本線です。刑事バイパス、制限速度80キロ。大山崎ジャンクションの方に向かって走っております。西向きになるんだな。この先合流があります。注意してください。はい、この左からの入り口は国道1号線曲がってすぐのところにあります。久美山入り口からの合流になります。制限速度引き続き80キロ。刑事バイパスの真下を走っておる、この道路真下を走っておる一般道が国道478号です。ちょっと短いんですけどね。国道1号線と、国道171号線をつないでおりますね。まあ、どっからどこまでって、その厳密にはちょっとお伝えできないっていうのはよく分かってないんですけど、はい、久美山淀出口、久美山淀出口、久美山淀出口です。11時37分、動画撮影から49分が経過しましたね。堺の大浜のあたりから約50分で、久美山淀まで来てますね。もう間もなく50分経過しますけれども、大山崎まで、堺から大山崎まで50分で来るか、1時間かからんかったね。
っぱりあの松原線っていうかあの大和川線早かったんじゃないでしょうか。名神周りで来てもね、阪和道近畿道でずっと回ってきても1時間以上かかるんじゃないかな、私のペースで取ると。スピード出せないんでね、私の車で。この先合流があります、注意してください。ここなんていう入り口かな、久美山淀入り口かな。左から入り口合流がございます。国道478号線2箇所しか入り口ないんですよね。久美山入り口越えるとこの入り口もう1箇所でこれで終わりです。そしてもう間もなく、1.7 キロ先に大山崎ジャンクションございます。大山崎ジャンクションは名神高速とあの接続してます。あと大山崎出口っていうのもございます。大山崎出口出られますと国道171号線に出れます。で、名神高速は大山崎ジャンクションから西の方に取りますと、西宮、吹田、豊中、まあ、茨城、あっちの方ですね。およそ高槻ジャンクションから新名神にも行けます。その先分岐を右方向です。そしてあの東の方に取りますと京都南、京都東、大津などあの名神高速、東の方に向いて名古屋、東京方面で走ることができます。お、制限速度50キロになりましたね。まもなく、何やろ、事故してるのか工事してるのか雨降ってるのかちょっとわからないですけど、80キロやったんですけれども制限速度50キロになっておりました。ちょっと規制がかかってますね。何でしょう、ね、はい、まず大山崎出口こちらで出てください。国道171号線の看板がございます。大山崎ジャンクション入りました。11時39分、この左手が大山崎出口行く方と名神高速東向き京都名古屋方面はこちらで出てください。2箇所あるんですよね、ジャンクション。はい、この手前のジャンクション越えまして、ここです。これが大阪方面駅、吹田大阪と書いてございます。大山崎ジャンクション2箇所目の出口、これが、名神高速吹田大阪方面行き西向きとなっております。はい、ケージバイパスは間もなく長岡橋のあたりで終点を迎えます。注意してください。はい、こっからですね、 93.2 キロポスト京都縦貫道に入りました。京都縦貫道は天の橋立の方、与謝天の橋立やったか宮津天の橋立やったかちょっと忘れましたが、天の橋立の方まであと 92.9 キロ、約93キロ、京都縦貫道を通っております。まあ、途中で綾部ジャンクションで舞鶴若狭自動車道と接続しております。京都縦貫道 92.5 キロポスト11時41分長岡橋出口です。長岡橋はインターやったかな、あ、すいません、私ね入り口はあるけど出口はないっていうところはインターという呼び方してないんで、私の動画では世間一般がどうっていうんじゃなくてあえて区別しております。92キロポスト長岡橋入り口かな、あれですね。長岡橋は入り口も出口もございます、両方ありますので長岡橋インターという言い方をします。これもしね出口はあるけど入り口ないよっていうところだったら長岡橋出口とだけお伝えしてインターと私呼びません。まあ、入り口も出口も両方あるやろと思って行ってみたらなかったとか言って、降りようと思ってたけど降りれなかったわとか、乗ろうと思ってたけど乗れんかったわとか、それが一番困るんで両方入り口も出口もあるかどうかは区別したいので、ちょっと入り口出口両方ある時しかインターという言い方はしてません。90.9 キロポスト、どんどん数字減っていきます。宮津の方に向かって
天の橋立が0キロポイントで、こちらの大阪が、93キロポストでした。ここから先京都の山の中に入っていきます。大原の5キロ、市の12キロ、福知山78キロとございました。福知山は京都縦貫道じゃないんですよ。京都縦貫道で綾部ジャンクションまで行って、綾部ジャンクションから舞鶴若狭自動車道に入り、舞鶴若狭自動車道からね、綾部ジャンクションから福知山まで10キロぐらいあるんじゃないかと思います。福知山インターは舞鶴若狭自動車道のインターです。京都縦貫道制限速度80キロです。こちらの方向いて、宮津方面向きは、宮津綾部方面向きは結構ね、上り坂きついんですよね。まあ行きも帰りも上りも下りもきついか、そしてちょっと道路もガタガタしてるか、あんまり走りやすい道路っていう感じはしません。乗用車は走りやすいかもしれないけれども、少なくともトラックとかはね、しんどいんですよね。上り下りがきついわ、道路ガタガタやわって言ったら乗り心地も悪いし踏ん張らない感じみたいな。で下り坂になったらスピード出すぎるからもう止まらへんとかね、まあ大変なんですよ。で雪の季節はね、丹波インターから先ぐらいは結構簡単に雪積もって通行止めになったりします。雪かきとかね、間に合わなくてっていうか、雪が大量に降ってしまったら簡単に通行止めになります。チェーン規制とかももちろんございます。丹波インターより手前は結構ごまかし効くっていうかね、あんまり通行止めにはならないんですけれど、丹波から先はなんか通行止めのイメージがございます。4、5年前に大雪降った時に丹波インターで降ろされたんですよね。通行止めになって、急に通行止めになってね。で宮津の方に配達行く予定やったんで、この道路一本で行けるわと思っとったんですが、丹波で道路降ろされて、そこから下道で全部行きましたけどね。まあ大変でした。関東、宮津綾部方面行き、制限速度80キロです。もう間もなく85キロポストあたりになろうかと思います。上りがきついんでちょっとギアを一段落としました。11速から10速まで落としました。まあ、それでもねちょっとパワーないんで登らんかとは思うんですけど、この車21万8085キロということで、まだ新車から1年くらいしか経ってないんですけどね。ほぼ新車なんですけどね、まあ、後ろの荷物が重たいということで、上り坂は上らないね。北春日トンネル 470m、 このトンネルの出口、南春日トンネル、北春日トンネルとあって、この北春日トンネルの出口出てしまう前にもうすでに大原の出口あります。これご用の方はご注意ください。トンネル出口手前ここです。これが大原の出口です。左に行ってくださいね。出口は大原のやったかな、出口しかなかったような気もしますね。おそらく大原のは出口のみです。そして次入り口があるのは靴掛け入り口かと思います。そして靴掛けには入り口はあるけど出口はないので、靴掛けもインターではございません。
まあ、インターかどうかの、区別は私の中で勝手にやっておることなので世間一般でそう呼んでるわけではございません。いつこいようですが、まあ、私の動画を参考にされる方はそのようにご理解ください。84キロポストですね。天の橋立てまで84キロほどです。この辺りから、この先合流があります、注意してください。うわー、上り坂きついのに車がいっぱい合流してくるわ。靴掛け入り口です。3.4キロポスト、早々と途半車線へ、早々と白旗ですね。今現在68キロですが、ちょっと登らないんでね、本当に1600回転ぐらいですけど、もっともっと落ちていくんですよ。1500キロぐらいで10速から9速にギア落とさないといけないかなぐらいの感じですけど、もう分かんない。62キロまで落ちました。ギア9速で1900回転ぐらいですね。まあ61キロぐらいです。9速で1800回転ぐらいで今踏ん張ってますけれども、61キロ、はい、丹波30キロ、福知山が70キロやったかな、園部が27やったかな、ちょっとちゃんと見えませんでした、ごめんなさい。山の中もあったかいから桜だいぶ咲いてるね。これソメイヨシノじゃなくて山桜やと思うんですけどね。はい、82キロポストです。途半車線終わります。途半車線こうやって終わるんでね、もう、まあ、前に道がなくなるんで、今の前の乗用車でも避けてくれたらよかったんやけれども、進路塞がないようにお願いいたします。こうやって道を譲って途半車線に行ってるのは皆さんに道を譲ってるんであって、ねえ、そう、それを進路妨害されてというか元の本線に戻れないような走り方されるとかなり危険ですからね。そういうことばっかりになってくると、もう道なんか譲るかってなってくるんで、気持ちよく道路を皆さんでご利用するために譲り合いの精神で、誰かの進路妨害になってないかなとか、そんなことはちょっと気にして走られてください。喉が枯れてきた。もう1時間もずっと一人で喋ってるから、話し相手がいたらね、まだ休み休み行けるんだけど、喉が枯れてきたね。橋です。 80.5 キロポスト、シノインターまで2キロ。シノはインターチェンジです。でシノはインターなんで出口も入り口もあるんですが、本線料金所がございます。この京都縦貫道というのは本線料金所2カ所くらいあるかな。めんどくさいんですよね。はい、80キロポスト、天の橋立て宮津市の方まであと80キロあるということです。はい、市のまであと1キロですね。11時52分になりました。まで 800m、 シノの本線料金所まで1キロ、インターが手前にあって本線料金所がその先にすぐにございます。はい、制限速度ここからですね。ここから60キロ、本線料金所超えるまで60キロです。はい、こちらシノインター出口、
篠インター出口、篠インター出口は 78.6 キロポスト、篠インター入り口がすぐにございます。 78.4 キロポスト、篠インター入り口、篠本線料金所、こちらです。この料金所で一旦 ETC 20キロまで減速しますよね。これを20キロまで減速するとすぐに今度ちょっと見えないけれども、はい、ここから80キロと書いてますけども、どんな急加速しても80キロになるかいみたいな。そしてきつい上り坂、はい、78キロポスト、あんなところの本線料金所なんかさっさと撤廃してくれたらいいのにね。あそこでスピード緩めるとこの坂登らないよみたいな。普通の乗用車はね、どっからでもアクセル踏めば登るでしょうけれども。 77.7 キロポスト超えました。トラックとか大型貨物、まあ貨物なんかはその空でね、あの空車であればどっちことないんですけども、地味に満載状態で今の坂登れって言ったらきついですよね。山がちらちらほら、あの桜が咲いてきれいです。77キロポスト、ちょっとゾロ目はね、あの意地になってどうしても読み上げようみたいな。ゾロ目の何が嬉しいのかと言われてもちょっとないですけど、ね、明智光秀公ゆかりの町亀岡、どうゆかりなんやろ。亀岡インターまで2キロですね。亀岡インター降りられたら、あの湯の花温泉とかにも行けますよね。まあ、近いんでいつでも行けるわと思ってまだ行ったことないんですけどね、湯の花温泉。湯の花温泉を、通りかかって山越えルートをご紹介した時に、湯の花温泉の温泉街をあのご紹介したことが以前の動画でございます。もしよかったらバックナンバーご覧ください。雨岡山トンネル見にくい、下かみそう。 640m やったかな。あ、このトンネルももう30年ぐらい経つんでしょうね。まあ、高さそんなに低いわけでもないですけども、やっぱちょっと明るい感じでもないですよね。さっき開通したばっかりの明るいトンネルを走ったばっかりなんでね、余計汚く見えるんだけど、はい、亀岡インターまで1キロとなりました。372号は姫路の方までつながってるやつやったかな、国道。あれと423やったかな、あれは池田というか川西の方に降りていく道かと思います。以前お伝えしたのは423号線走って亀岡から川西に行くやつを紹介したっけな、はい、74キロポストですね。11時56分になりました。亀岡インター出口です。亀岡はあの入り口もあります。亀岡インター出口、左側が山になります。湯の花温泉は左側です。右側が、国道9号線です。右側に亀岡市街地がございます。湯の花温泉、ここからも自転車で行けるぐらいの感じじゃないですかね、距離的にね。4キロって書いてるからね、ちょっと自転車でも行けるぐらいの。目的地まで5km です。はい、私の方も間もなく動画撮影を終わらせていただきます。
今回は別にあの京都循環の終点まで行かないんですよ。もう配達先もうすぐ着くんで、そろそろ終わらせていただきたいと思います。まあ、松原線でなかった、あの大和川線で、松原線に接続するよというだけの動画やったら15分で終わってたんですけれども、1時間10分になりました。おまけの方が長かったです。はい、亀岡インター入り口です。亀岡インター入り口 72.3km ポスト11時58分です。2020年3月30日月曋日11時58分亀岡インター 72km ポスト、まあ、この辺で動画を終わらせていただきたいと思います。最後まで ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。失礼します。